映画ポッピン Q の監督を務めさせていただきました宮原直樹です。主人公は中学生の小宮泉さんが学校や家庭での悩みを抱えつつ卒業式迎えることになり、こんな気持ちのまま卒業できないわっていうところで事件に巻き込まれて、いろんな仲間と会って出会い、葛藤、冒険があって、ちょっとした成長があって元の世界に戻ってきて無事に卒業できるかできないかっていうところのストーリーが展開される映画となります。いろいろあるっていうのが魅力なんじゃないかなと思ってまして、きめ細かな作画であったり、素晴らしい美術であったり、音楽であったり、その中でもダンスは、メインに置いた部分であるので、いろいろ凝った作りにはしております。基本になるこうキャラクターの設定みたいなものは文字ベースであったりで、簡単な自分のこうラフなスケッチみたいなものは黒星さんと共有して、黒星さんなりのオリジナルの、膨らませ方でどんどん書いていただいたっていうのが本当のところです。まっすぐな作品を作ろうと思って、複雑なシナリオでこうトリッキーに見せていくっていう作品もやっぱり多いんですが、僕がもし作るならもうまっすぐの直球で、シナリオにもまっすぐ、絵や音にも対してもこう分かりやすく、どんどんそういう作り方をしたいなと思っていたところでできたポッピン Q なので、なんかそういうところを好んでくれた方はすごく応援してくださったのかなと思っています。ちょっと怪我人多いですよね、来年ね。実はシナリオで絵コンテ書いて、すごく内容が膨らんでて90分を作る予定が、シナリオなんかやったら2時間半までこれ行くんじゃないかみたいな、で実は書いてない部分もその時から実はたくさんありまして、卒業式、入学式の後の高校生活っていう部分ですごくやり残したことがありましたので、今回は、その部分を、長編小説として書いていただいています。宮城千也先生なんですが、これをまたポッピン Q をすごく好きになっていただいて、キャラクターの理解度、本当に僕の上を行くぐらいの理解度で、陸上であったり音楽であったりとか、そういう要素が出てくるんですが、経験をもとに緻密な描写で書いていただいて、本当に彼女たちの新しい高校生活っていうところに書き込まれて、見応えのあるものになっていると思います。もし小説が映画になったら、こういう予告編が出るだろうなみたいなところでもアイデアを出したり、黒星紅白先生に書いていただいた新キャラクターの顔見せお披露目であったり、新しいコスチュームが出てきたりとか、ちょっとこう小説を読まなきゃいられないぞっていうような内容に作り上げています。ひたすらチャレンジャーな方を、自分が得意な絵を今回のプロモーションビデオで画面作りに割り込んでみようかなっていう、すごいチャレンジャー精神の持ち主を募集しております。全然ありです。デジタルの時代ですから、やっぱり個人でこう作品を作ったり発表されているような方もいらっしゃると思うので、自主制作とはまた別の形の、アニメーションへの関わり方っていうのも挑戦してみたいなっていう、きっといらっしゃると思うので、シリーズ後半はちゃんとしっかり上位に食い込んでくるんじゃないかと思います。多分アニメ業界に入りたいんだけど、こう入る道筋っていうのはちゃんとあるわけではないので、割と不安な方とか、入れるのかなとか心配な方の方が多いと思うんですが、こういう機会があるっていう時はもう勇気を持って飛び込んできていただければ、あとは周りが何とかします大丈夫です。壁しかないと思いますので、日々何か壁に当たって、ただそれでもくじけないで、折れないで、なんか下向かないで前向きに頑張っていただくっていう、なんかその姿勢だけがあれば、なんかむしろその姿勢が一番の素質であり才能であったり、絵の上手い下手、個性的平凡な絵とか、なんかそういうのはいろんな見方があって、チャレンジ精神であったり、そういうところをやっぱりプロの人たちも見ていくと思いますので、日々
勉強して飛び込んでチャレンジしていくっていうところが、まあ、この仕事もそうですよね。アニメーションだけじゃないですよね。彼女たちには、いろんな試練を与えて解決していくガッツと素晴らしいダンスの映像で大きな事件を解決するような出来事が待っているのではないかと思います。頑張れってみんなで応援できる映像を作りたいなと思ってます